このようにですね、まあ、皆さん方がまあいずれかのところに当てはまったと思うんですけれども、要は私もですね、27歳の時に、親から契約を譲り受けてから農業し始めたわけなんですけれども、やはりターニングポイントはですね、人を雇うか雇わないかなんです。で、人を雇い始めてからの農業と雇われなくての農業というのはですね、まあ大きく変わるんですよ。で、何が変わるかというと、今度はちょっと分かりにくい、先ほどの表がここにあると思ってください。まああるんですけど、結論言うと管理する内容が変わるってことなんです。管理する内容が。ですから企業的農業っていうのは、例えば先ほどの私が言った通り、従業員を雇い始めた時ですね、従業員はじゃあ明日8時から来いよって言った、例えばじゃあ8時来ない、もうなんで来ないんだって言って8時から来らせるように誘導しなきゃいけませんよね、うん、そして、あ、じゃあ今日仕事は、ここの、3号目のビニールハウスの中でこういう作業をやっとけって、まあ、指示するわけですよ、ね、で指示するけども、2時間ぐらい経って仕事を見に行ったら、あれ、なんでお前このくらいしか仕事できないのかっていうように、その人を管理しなきゃいけないんですよ、うん、ところが今まではもう自分でやるわけですから、自分が、今日は11時からちょっと別の会合があるから今日は10時半までに仕事を終わらせて、シャワー浴びて着替えていかなきゃいけないから、じゃあ10時20分までに仕事を終わらせよって自分を管理すればよかったわけですよね。それが企業的農業になって人を雇い始めると、自分だけを管理するんじゃなくてその第三者を管理しなきゃいけなくなるってことになるんです。つまり企業的農業をするっていうのは、じゃあ5つの、人物金情報というのを細かく、学びたいっていう方がいらっしゃればですね、この8月の1日から農業ビジネス講座っていうのを始めますので、まあ、ぜひそちらの方にも申し込んでいただければ、皆さん方しっかりと企てることができますので、よろしくお願いいたします。